日本一長い商店街大阪天神橋筋商店街を感じるジャッキー。
ちょっと。自転車で乗り込む方は自転車を降り、お
ございます。はい、天神橋筋商店街を、ずっとね、この一番街っていうんですかね、そこからずっと辿ってきました。めちゃくちゃ、魅力的なストリートですね。あとちょっと私の手が痛い。ここら辺で、僕はじゃあ落ち着こうかなって感じですね。ただこれね、まだ続いてますよね。あ、ちょっと待って、まだ続いてますね。叫び声が聞こえますね。まだまだ続いてそうです。さすがにちょっとアーケードのところまでかなって思ったんですけど、うん、そこ過ぎても結構昔ながらの、お店が並んでるって感じですね。住居と店が、入り混じってると。さすがに前の信号ぐらいかな。先をね見たらめちゃくちゃずっと、あら、あれですね、道路が上に上がっていってますね。ってことは、
神橋8東ふれあいの町って書いてますけど、一応ここも商店街やな。まあ、ちょっとここがそのずっと続いてるのかわかんないですけど、もう先見えてるんでね、そこまで行ってみましょう。ここら辺で終わりですね。この商店街感はずっと出てるんですよね。この街灯がずっとね、こちらになってますから。すいません、僕あんまり知識ないのに歩いてきたんですけど、おそらくこの先にある橋が天神橋で、その下が天神川なんでしょうね。多分そういうことだな。最後それだけ確認してみます。大阪って広いし、なんだろう、勢いがあって楽しいなと思いますね。豪快っすね、広い。違う天神橋じゃないっすね。長、なんていうんだろう、ちょっと読めないな。え、あ、こうか。長柄小橋って読むのかな、わかんないですけど。
長良小橋ですね。はい、ということで大阪の、日本一長いと言われている商店街、天神橋商店街を、行ってきました。こっちが終点ですね。はい、あーよかった、この最後の景色がいいな。ちょっと黄昏たいと思います。